ですね、9月の6日、レイバーデーっていう労働者の日っていう感じですかね、祝日なんですよ。レイバーデーの、まあ、前後でそのミネソタのステートフェアっていうその州のお祭りをやってるみたいですね。まあ結構な人ですね。12日間連続でやってたみたいなんですけど、今日が最終日なんですよね。チケットを買うのに並ばなきゃいけないんですね。ああ、何でしょうこれは何でしょう。食べ物、クラフトビア、ビールか。これ臨時のあれなのかな。ほら、すごい仮設みたいなあのリフトがあるキャンディーファクトリーだ。ほら、あ、わたあめが売ってるカズヤン、わたあめ売ってるぜ。マジ、あ、リンゴ飴だ。ほらほら、リンゴ飴がある。リンゴ飴、チョコレートか。あ、でもリンゴ飴みたいなの一番上にある。わたあめ袋に入ってるね。すごい人なんだけどむちゃむちゃ人いっぱいいますけど。お風呂屋さん、お風呂屋さんじゃないな、ごめん、その浴槽を売ってるところがこのお祭りの中にあって、ね、これ多分家の庭とかに設置して入るんでしょ。まだの多分、え、190万か、200万ぐらい。車だ。車が買えちゃうな。まあそんな感じです。でもこれなかなか暖かくて気持ちいいよ。確かにね。観覧車もね、回ってるみたいですね。これもあれなのかな、仮設なのかな、これ。仮設にしては立派なあの観覧車だけども、まさになんか遊園地っていう感じのところに来ましたね。なんだこれ、
ンドイッチどうでしょう。12ドル。いい値段だよね、なかなかね。なかなか美味しそうだよ。それとさっき、なんと、安くしてもらって、これ買っちゃった。はい、アルドもね、これちょっと値引きしてもらって買ったね。美味しい。肉の部分。美味しい。肉美味しい。何が楽しかった？全部。全部楽しかった。ね。